皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2021年公開の、マスカレードナイト。英語題、マスカレードナイト。監督は鈴木雅之。脚本は岡田道直。主な出演は、木村拓哉、長澤まさみ、小日向文世、など。ホテルコルテシア東京で大晦日に開催されるカウントダウンパーティーに、殺人事件の犯人が現れる、という匿名の密告状が警察に届く。捜査のためホテルに潜入した刑事の新田は、優秀なホテルマンの山岸の協力を得て任務に当たる。というストーリー。同名小説を原作とするシリーズ第2作で、今回もカメオ出演が多数の豪華キャスト。肝心の事件の内容はちょっと深みが足りない印象で、推理のしようもないので、かもなく不可もなく。価値観が違う新田と山岸のやり取りの楽しみが減ってしまっているが、前作が楽しめたなら本作も見る価値あり。ということで、評価は。Thumbs down.